はい、パープル大好き男9番ボカチカです。ということでね、タートルズめちゃくちゃ強いんで、今年は A クラスと言わず優勝を目指しちゃいましょうか。まずはね、 A クラス行って CS 戦いたいですね、正直。うん、で2023年初年度が102敗、で2年目3年目だんだん上がってきて、2027下がってるけど、今年は3位なんでね、貯金8もありますから、なんとか耐えて、いや攻めて65試合か、あと半分シーズン頑張ってやっていきましょうか。さあ進めましょう、行くぜ、頼むぜ。うわ負けた、いや一騎一遊しちゃいけない。んー、ちょっとわからんが、なんか大幅に成長したぞ。うわ負けてんな、すぐ負けんな、やばいな。田中正義が大幅に成長したみたい。さあ、おな、球速めちゃくちゃ下がってねえかけどコンスタが上がってる。でも田中正義も衰退期なのかよ、悲しいな。田中正義がローテーションに入ったんだね、そっかそっか。うわ負けてんな、あと横川くん能力判明か。横川くんといえばあのコース2のピッチャーだね。うわ伸び F か、微妙だな、右投げで。これはカーブ P、 カーブスライダー P、 重松とか上げたいけどね。誰下げるっつっても、まあ長岡イニング食ってくれてるし、別に特にいないような、そんな気もする。うん、あこれで様子見ますか。祈るしかねえ、祈るしかないんだ。さあここまで飛ばそうか。いや負けてんな、勝った勝った、俺のエリア来たんだ。なんかうーん、お、なんか長岡が5年目の飛躍、なんだそれは。長岡の能力上がったのかな、なんか上がってないか、めっちゃ上がったよね多分。おまあ負けが込んでるけど、そう入団時にも能力上がってるんですよね。こりゃいいニュースがあるが、あと毎年のごとく遠山のように。A クラスであんなにウキウキしていたがちょっと厳しいか。一応見てみましょう、ピッチャーばっかだよね。154キロ奪三振リリース、球速安定、荒れ玉だね、めっちゃソフトバンクっぽい。うん、そうだ、うちが出してもいい選手揃えとかないとな、揃えとかないとなってか、なんかトレードもちょっとやっていきたいよね。前半最終戦まで見るか、祈るしかねえ、祈れ。さあ最終戦見て、うわ貯金3になったか。あーまだまあ負け越してはいない。さあ誰かを見よう、ノリノリ一田くんか、今日キャッチャーコーリー、嘘、いやそういうのやってんの、キャッチャーコーリーはきついんじゃない。山地くんがあれか、怪我か、そうでもないんか。え、なんで、これはちょっといじらねば。ん、ベストオーダーいいのか。で山地くんがキャッチャー、3番キャッチャー固定した方がいいな。3番キャッチャー固定、ここは不動ですわ。え、いやキャッチャーはちょっと変えたくねえな。オーダー変更、その前に、山地君見たいね。あ、疲労溜まってんのか、そうか、そういうことか。でもキャッチャー、あ、キャッチャー D なんだ。
こういう時に田村がいてくるとリードがいいからね、田村さんは。田村8番キャッチャーで、赤堀くんが出たいっつってんなら、まあでもハン3番か。あれ？まあでもいいか、ハンで。赤堀くんどっかで出すか。もうこれ守れる。内野大体守れるね、ショート以外。ファースト。入るとこねえな。よし。よし、これで。山地くんの打席が来たら見れるね。山地くんも大変だよね。ずっとキャッチャーで出てるから。そりゃ134試合全部キャッチャーきついわ。夏だしね。暑いから。今日田村に。打って打って打ちまくれよ。あーもう厳しいなー、厳しい。もう山地ねえか。うすうす分かってはいたが、今年もそんなに強くはねえぞ。あー、どんどん貯金が減っていく。ここら辺でみんな休養してもらって、一発目勝ってもらおう。5位かー。ジャイアンツが最下なんだよね、ダントツで。最下位はなさそう。そんな予感。C クラスには入りたくないね。C クラスとは6位、6位、7位のことだけど。そこには行きたくねえなぁ。まあ、ドラフト優位になるから別に関係ないんだけど。みんなどんな感じ？コーリ君結構打ってるね。石岡、石田くん、あ、誰かの確定終わったのか。コールやっけ。ノリ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 が終わっちゃった。キャッチャー多いなっていうか、別にいるに越したことはないんだろう。あ、ディマスノリノリか。けどどっか下げないといけないんだよね。ハン下げてもいいけどね。ノリノリならあげるか。ピッチャーと変える？いや。どこで使おうかな。ピッチャーと変えるか。ビーズリー下げるか。結構打たれてるし。ビーズリーと、どうしようかな。菊池は2軍でいいから。タウラとか結構、実際強いよね。トミーくん。トミーかタウラか。マニアタオル上げてみるか。リバスは代打待機かな。どうしようどうしよう。神田くんでいいだ。あ、そう、神田くんのノリノリが終わったのか。チカワみたいになってほしいけどな。さあ、祈るばかり。なんか対左。ああ、高橋か。こればかりはしょうがないよね。これなんでアップするか下がるかとかよくわかんないんだが。また下がってるよ、能力。上がる人もいれば下がる人も。待って、な、左ダウンしすぎじゃない？ちょっとおかしいでしょ。こんだけみんな左バッターにやられてんの。対比で誰かアップさせてくれんかね。いや、大型くんいいね。あと今井がですか。長岡くんも結構能力上がったけど負け込んでんな。うわ、貯金1になっちゃったよ。やばいやばい。貯金消えるべ、これ。あ、消えた。貯金消えた。借金になった。やばい。お、遠山覚醒。覚醒が一番嬉しいんだよな。さあ、もうなんかちょっとスタミナとコントロール上がっただけじゃないか。いいんだけど、もっと特能とかついてほしいよね。特能あったらもっと強いんだけど。
あと、オーバラ上がってんじゃねえか。オーバラいらねえだろう。シグマスと交換だ、交換。あと、生きのいい先発ピッチャーいるか。あ、長岡が抹消してんのか。長岡の代わりオーバラってことね。やばい、今貯金ゼロだよ。やばいやばい。シグマスくん先発いくか。入れ替わって即。出番は誰か見ようか、同じく見ようか。 あ、見れなかったから 1,2 打線はいいはずなんだけどな。あと市田くんが、そうか、スタメン入ってるのか。それが良くねえのかもしれんな。あれ、井本くん下がってるのか。あ、でもサード守れるし。誰かサード守れるか。ディマス守れねえもんな。ディマス、あ、エビナをサードっていうファイヤーフォーメーションにして、ディマス使う。ボイルが、ディマス、ファイヤーフォーメーションなの、超ファイヤーフォーメーションなる。こう行くか。外国人3連戦。3連戦。ゴリゴリの打撃重視スタメンで、行こう。守備なんて関係ないね。打てばいいんだから。そう、スナック菓子を食べながら。山手球場です。サヤエンドを食べながらね。ワンアウトランナー、やばい、貯金なくなっちゃうぜ。アワイって阪神のアワイか。投げました。あー、詰まってんな。落下点に入った、掴みました。ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト。いい走塁意識。なんか俺が見てると打てなくねえか。山地君とかもう3割30分打ってもいいはずだけど。これとか変化してる。第2球投げました。高めボール球打った。ほっ、そこ詰まるんよな。微妙にボールが動くからっちゃって足が、もう大展開で迎える6回。なんでそんな急に。もうね、そればっかりじゃん。フライの練習してんじゃない、ないんだからさ。あー、もうきついよ。最後ぐらい打ってくれよ。やばい、これで借金だ。第2球投げた、打った、ツーレ。うわ、これも詰まってんじゃん。4打席連続外野ノック打ってんじゃねえんだよ。青柳勝利場だ。あと1人、いやー、 A クラスの夢が。お、誰のより見てなかった。内山、内山って書いてあったっけ。鳴川くん抑えて使っちゃうか。いやー、祈るんだ。今はノリノリじゃなくなってんだよ。おいいよいいよ、勝ってる勝ってる。ディマスがノリノリじゃなくなったんで変えてもいいんだけど。ディマス変えて水谷しようかな。水谷阿部比か。水谷しちゃうか。結構阿部比持ったら強いよ。でピッチャーのビーズリを戻すと。まあちょっと抑えてないけどね、力あるピッチャーだから。ピッチャー1人増やすか、枠野手1人減らして。軍事落とすか。軍事落としての、あ、ちょっと軍事垣沼落としてのシンプルビーズリーをプラスで打席を。いや、みんな頑張ってんだけどな。
ようやっとる、ようやっとらん状態。あれ、長岡は、長岡はダメなのか、下がってるのか。重松くんは頑張ってます。高速1年目ながら、ちょっと練習セットだけちょっと一緒にやろうか。ピッチャーは良くて、ピッチャーはいい。で、阿部比を誰かに覚えさせたいから、阿部比か広角打法、どっちがいいかな。ペナント的には阿部比の方が強そう。外野かな。誰に覚えさそうかな。木村とかいいんじゃない。若い選手、若い選手。市田くん、市田木村、市田木村あたり。誰が覚えたいかな。富樫しか持ってるから、山梨くんとかいいかもね。山梨くん阿部持ったらなんか強そう。池田、水谷と被るんだよな、外野は。何しようか、市田か井本じゃなくて木村くんか。両方とも似たようなタイプなんだよな。で、市田くんが何歳？ 22 歳。あ、木村くんが。市田くんが25歳か。市田くん早熟なんか。おめえも早熟かよ。ま、木村くんするか。よし。頼んだぜ、タートルの未来。あ、貯金4です。今3位と、うわ全然あるぞ、2ゲーム差。こっから頑張ればアイテムブーストするか。アイテム買えないのか。祈るしかない、祈るしか。頑張れ。あ、苦しい苦しい。なんで俺がさ、応援し始めたところに負けんだ。わ、貯金ゼロになっちゃったよ。頼むぜマジで。よしよしよし、もう気楽に見よっか。本当に中立って感じだね。これ3位になれないのかな。3位結構差開いてんな。貯金保ったままね、シーズン終わりたいけど。あー、貯金なくなった。1なし、0。あー、やばい、貯金がねえ。貯金がない、やばい。最終戦までいっちゃうよ。お、固め打ち習得。いいね、勝田君。最後行って、シーズン成績見直して終わるか。うわ、貯金なくなったか、どうだろう。微妙なとこだな。4位になる、4位。これが最終戦かな。うわ、貯金ゼロ、ちょうど5割じゃん。これで勝ったら、貯金ができる。負けたら借金。これ結構でかいんじゃね。貯金ありで勝ったらなんかいろいろポイントもらえそうな気がする。最終戦ピッチャー誰にしよう。岡野がノリノリ。横川くん。野手誰かあげようか。いや、ピッチャー少なくして野手、まあ最終戦だからそういう手もありだけど、まあノリノリあげるか。使うか。とりあえず上げといて、最終戦エース今井でいこうか。重松くんでいくか。あー、エース今井重症かかってんのか。じゃあ今井かな。出番プレイできないの、なんで。なんでなんで、まあいっか。
エース今井。打線結構打ってんね。なんでこれで、まあ、弱くないんだけど。どこで使おうかな。収穫使うとこねえか、別に。はつたくん。エビナぐらいか。セカンドが？これでいくか。セカンドを山田にして、これでいいじゃん。よし、これでいくか。最後は祈るだけで、チャンスになったら、もうノーアウト満塁とかのチャンスになったら、もう俺が自走させようかな。ズルズルしてなんとしても勝ちたいな。明治神宮野球場、初の貯金ありのシーズン終了じゃない。おーし、勝ってる勝ってる。あー、勝った。いや、うわ微妙。うわ、やばいやばいって。これどうなんの。うわ、やばい、負けるやんこれ。うわ、負けたー。うわー、ああ最後最終戦で、あー、なんで、誰が打たれたんだよ。これは攻めるぜ、さすがに。うわ、尾形で負けたのか。攻めらんねえな、クローザーだから。これは攻められん。1年間頑張ってくれたから。マジか。初の貯金ありがこんな形でいけるとは。うわ、借金かっていう感じで終わりました。終わりました。あー、ちょ、シーズン成績でも見るか。なんでそんな、なん消滅してんの、意味わかんないんだけど。一応ベテラン多くなってきたのかな。わあ、でも初の5位フィニッシュか。まだ着々と力つけてるな。ここで止めなくていい。別に阪神が優勝するかどうか気にならん。どうだ、いや、負けました。ロッテが334したの。うわぁ。最後の今井の10勝も消えちゃった。順位表。うわぁ、うち、本当に、5割だったんだなぁ。阪神強えなぁ。野手成績は？うち一番打率高いじゃん。すごくない？打のチームだね。ホームランはそこまで多くないけど。すごい。めちゃくちゃ打ってんじゃん、うちのチーム。やっぱ原因ピッチャーじゃねえか。完全に。ピッチャー強化しなきゃ。結構うちのバッターいるもんね、打率ランキング。ミートばっか鍛えてるから。強化版中日ドラゴンズ。ハーンがここまで打てないとな、ちょっとそれがブレーキになってるんですって。門脇こんな打率で、門脇19本も打てんの？そんなバッターじゃなかったぞ、門脇。守備職人だろ、お前は。で、うちのピッチャー入ってない。あ、今井だけか。誰が一番勝ってんだろう。山岡阪神にいるんだよ。てか、山本も山岡も阪神にいるじゃん。17勝いっぱい？どんだけオリックスやなの、2人とも。けど、関西圏には行きたいっていう。お、吉田家が10勝してんのか。うわー、最後勝ちたかったなー。次回はドラフトですね。ドラフトだったり、FA だったり。あー、今年 FA あんのかな？どうなんだろう。とりあえずここまでで、ご視聴ありがとうございました。